ペナントレースの開幕を2週間後に控え、巨人の開幕ローテもその全容が見えてきました。キャンプから若手投手を中心にいろんな選手が候補に上がってきましたが、キャンプからの実戦や首脳陣からの評価などを踏まえ、開幕ローテを予想していきます。このチャンネルでは巨人を中心にプロ野球に関する様々な動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひ最後までご覧ください。開幕投手については、万が一侍ジャパンが16日の準々決勝でイタリアに敗れた場合、戸郷選手の可能性も出てきますが、そんなことは考えたくないので、菅野選手とグリフィン選手の争いになります。ここまでの安定感や、本人もあそこに上がらないといけないと強い意欲を示していることから、菅野選手に落ち着くでしょう。菅野選手が開幕投手となれば、6年連続9度目となり球団最多を更新します。先週のオープン戦では、開幕戦の行われる金曜日にグリフィン選手が、土曜日に菅野選手が先発していたので、グリフィン選手が開幕に合わせているのかと思いましたが、安定感から考えても菅野選手に任せることになると思います。菅野選手はここまで2月24日の広島とのオープン戦を最初に、3月4日のサムスン戦、3月11日のオリックス戦と3度の実戦登板。徐々にイニングを増やしてきていますが、3戦合計で7イニングを投げ、許したランナーは1人だけという見事な投球を披露しています。このまま順調に開幕に合わせて調整していってもらいたいです。4月1日の開幕2戦目はグリフィン選手が登板すると予想します。前回も金曜日に投げ、開幕カードに合わせての調整になっていて、首脳陣からの評価も高く、左のエースとして期待されます。ここまで実戦では2月22日のキューバ代表との練習試合で2回無失点、3月2日の紅白戦で3回無失点、3月10日のオリックスとのオープン戦で初めて NPB 球団を相手に投球し、4回3失点という内容できています。もっと長いイニングを投げた時にどうなるのか見てみたいですが、ストライクを取るのに苦労することはなさそうなので、原監督の期待通りシーズンを通して150イニング以上の登板を期待したいです。4月2日の開幕3戦目は12日の同じ日曜日に先発した赤星選手になるでしょう。ルーキーイヤーから2年連続で開幕3戦目の先発マウンドに立つことになります。ここまで紅白戦2試合を含む5試合に登板、 NPB 球団を相手にしたオープン戦では2月23日のヤクルト戦で4回4安打無失点、3月12日の阪神戦では5回5安打1失点と結果を残しました。キャンプ初日から1軍に帯同し続け、ここまで順調に来ています。開幕までに残り2戦ほどの登板はあると思われますが、故障などがない限り開幕ローテは手堅いでしょう。1年間ローテを守る活躍を期待します。4月4日の横浜と対する開幕4戦目は戸郷選手になると予想します。現在 WBC を戦う戸郷選手は決勝まで進んだとして、帰国は24日頃となるでしょう。そこから10日後となる4月4日には間に合うと思います。体調が万全でなければローテの1巡目は飛ばして2巡目から入ってくることも考えられますが、希望も込めて4戦目の先発を予想します。ここまでの実戦では WBC 本番の中国戦を含め4試合に登板、この先のトーナメントで登板機会がない可能性もあるので、そうなると一度ファームでの調整登板を挟むことも考えられます。今シーズンはエースとして昨シーズン以上の成績を期待します。4月5日の開幕5戦目はビーディ選手と予想します。グリフィン選手とともに新外国人選手が2名開幕ローテ入りするということになります。これは2015年のマイコラス選手、ポレダ選手以来となります。この2名はともに規定投球回に達し、ほぼ1年間ローテを守りました。ビーディ選手はここまで実戦では3試合の登板、
2月22日のキューバ代表戦で2回無失点、3月2日の紅白戦で1回無失点、3月10日のオリックス戦で2回無失点と、合計5イニングでまだ失点はありません。しかし最長でも2イニングしか投げておらず、調整が進んでいないのかと不安になりますが、次回登板では長いイニングを投げると思うので、そこでのピッチングに期待しましょう。4月6日の開幕6戦目は、育成選手からのスタートとなった横川選手になるでしょう。キャンプも2軍スタートとなりましたが、早々に1軍に昇格し、ここまで結果を出し続けてます。実戦では5試合に登板し、合計15イニングを投げ無失点。NPB 球団を相手にしたオープン戦では、2月26日の横浜戦で4回1安打無失点。3月14日のソフトバンク戦で5回4安打無失点と好投を見せています。投球フォームを大幅に改良して迎えた今シーズン、ここまで素晴らしい結果を出しています。これがいつまで続くのかという不安もありますが、まずはプロ初勝利を目指し頑張ってもらいたいです。ここまでの実戦での結果や原監督のコメントからも、開幕ローテはこちらの6名となるでしょう。先発がいないと言われていた巨人ですが、開幕ローテには6名がしっかりと揃いました。NPB での実績があるのは、菅野選手、戸郷選手の2名だけとなり、未知数の部分が大きく、他球団と比較すると少し寂しい気もしますが、新戦力、新しい力が活躍してくれることを期待しましょう。この6名に加えて、先発候補としてはメンデス選手、直江選手、ファームには先日実戦復帰を果たした山崎伊織選手、高橋選手、現在はまだ故障中ですが、井上選手、堀田選手と入れ替え候補の選手も多数控えています。若手選手では他にも、高卒2年目の石田選手や、育成の松井選手、京本選手、川崎選手など、楽しみな選手も多くいます。長いシーズン、開幕ローテの6名だけでは乗り切ることはできないので、これらの入れ替え候補の選手、若手選手の活躍にも期待しておきましょう。開幕ローテはなんとか6名揃いましたが、リリーフの役割はまだはっきりしたものが見えていなく、結果を出している選手もいますが、やはりブルペンにも不安は残ります。開幕1軍メンバー入りをかけた争いも佳境を迎えていますが、優勝できると自信を持って言えるような戦力ではないので、今回取り上げた開幕ローテの選手たちの活躍はもちろん、さらなる新戦力の台頭もないと厳しくなってくるでしょう。WBC の決勝トーナメントも始まります。岡本選手や大勢選手、巨人勢の活躍を祈りながら、侍ジャパンの優勝を全力で応援し、巨人の開幕に向けたメンバー争いにも注目し、開幕まで楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。